おいや、どうも IG でございます。本日なんですけども、エンバペ閲覧流公開、パリサンジェルマンの現状を振り返ろうということで、まあ一応マルカの報道ではあるんですが、エンバペが残留を後悔しているという記事が出ており、まあ僕自身本当はね、今週まあイタリアのこと、まあ特にイタリアの賭博問題について動画出そうと思ってね、あんまり慣れないイタリア語、イタリアのメディアを中心に情報を調べて動画を作ろうと頑張ってたんですが、昨日ぐらいにね、サッカーキングが素晴らしい動画を出しており、まあ内容もね、ほとんどまあその動画と変わらず、まあ僕の動画の場合ね、今回の暴露した人がなんかほぼほとんどガーシーだとか、まあなんかいろんな切り口で、まあその今回のイタリアの賭博問題をいじっていく動画を作る予定だったんですけど、まあ明らかにね、完成度が劣るなっていうのがあったので、まあ僕のね、動画の予定は多分20分ぐらいだったから、まあサッカーキングが出してる動画50分ぐらいだったし、まあぶっちゃけ俺が出してもまあ需要はあるのかなと思ったんですよ。まあオチがサッカーキングとかとは違って、俺は50人救おうと思ってたしね。まあでも、まあうちのチャンネル的にね、そんなにイタリアの賭博問題盛り上がるかなっていうと微妙な感じがしたし、まああえてね、完成度が劣るような動画を作る必要もないかなと思ったので、まあ今回はね、まあ当チャンネルのレギュラー兼当チャンネルにね、いつか入ってくるんじゃないかと噂されているエンバペの話をしていこうかなと思います。まあエンバペの話ね、結構しなきゃしなきゃと、まとめなきゃまとめなきゃと思ってたけど、まあなかなかできずにもう10月になってしまいました。だからね、まあまとめられてない分、様々な記事が出てより新しい情報もありましたので、まあだいぶ夏の移籍市場のことも忘れてる方が多く、まあここ最近のエンバペの動き、パリサンジェルマンの動きみたいなのもね、新しかったので、まあ今回その話をして、まあ終わろうかなと思います。で、先に議題の方を見ていきますと、エンバペの夏2023、パリサンジェルマンの夏の移籍市場裏話、パリサンジェルマンとリーグワンの現状、この内容と順番で話していこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まず世間をかなり賑わせていたこの夏のエンバペについて振り返っていきましょう。昨シーズンの夏に契約延長をしたものの、この契約は2年契約ということだったので、今年の夏の移籍市場時点でエンバペは来年で契約が切れるという状況になっておりました。エンバペはそのような状況下だったのにもかかわらず、パリサンジェルマンと2025年まで契約延長しないということを、パリサンジェルマンだけでなくフランスのメディアにもパリサンジェルマンに送ったものと同じ手紙を送り、世界中にエンバペがこの夏パリサンジェルマンと契約延長を行わないことを発表することになりました。またそれに加えて、フランス紙レキップのインタビューにて、パリサンジェルマンでプレーすることは俺のキャリアを助けてない、パリサンジェルマンはゴシップを引き寄せる分裂的なチームだと評価し、大暴れしておりました。まあエンバペのこの発言と行動ってさ、まあなかなかないっていうか、所属してるクラブに対してさ、こんなことを言った選手っていうのは意外とエンバペが初なんじゃない？まあこんなこと聞いたことなかったから、まあぶっちゃけ俺はこの夏の移籍市場序盤の段階だとエンバペ移籍するだろうなと思っておりました。そしてこのエンバペの暴走は、これまで様々なことを許していたケライフィー君でさえ許すことができず、ケライフィー君は今回の件でエンバペにブチ切れることとなり、対談するのか契約延長するのかという二択を突きつけることとなりました。しかしエンバペはあのような発言をしておきながら、その警告を聞いて今シーズンはパリサンジェルマンに残留する決意表明を行い、世間は混乱していくこととなりました。そしてパリサンジェルマンの上層部はエンバペを日本のプレシーズンツアーに参加させないことを決定。その影響でエンバペは日本に来ることはなく、エンバペは戦力外組とともにパリで練習することとなり、パリサンジェルマンはこの夏エンバペを出すんだなという雰囲気になっておりました。ちなみにパリサンジェルマンのフロント陣営は、エンバペが来季フリーでマドリーに移籍すると、すでにマドリー側と合意していると勘ぐったため、このような強行出たということみたいでございます。そして移籍先になるであろうと思われていたマドリーの方を見ていきますと、マドリーはベンゼマとシオニーが対談し、ホセルとブラヒム、ベリンガムが来たけども、前線が少ないという状況でしたから、この夏にエンバペがマドリーに来るというのは、ありえなくないかなっていう感じだったと思います。まあ、ベリンガムに大金つぎ込んでたし、来季フリーになるエンバペに対して大金をペリジーがつぎ込むかっていうと、そこは結構議論になってた思いではあります。まあとりあえずこのような状況となっており、エンバペがあんなことを言っておきながら残留を希望するのはやはり金しかないんじゃねっていう流れが出てたような思い出が強いです。また代理人のね、お母さんも結構フィーチャーされるようになっていき、お母さんが元スポーツ選手で引退してからのね、結構人生苦労したような経験があったから、お金がもらえるならもらっとけよってお母さんが指示してるんじゃないかみたいな説も出てたと思います。懐かしいですね。
ね。そしてエンバペはこのような状況だったため、彼の移籍金は今どれぐらいになるのかっていうのが結構議論になってた思い出が強いです。一応当時ね、パリサンジェルマンはエンバペを売却する場合は2億ユーロぐらいを要求していると考えられており、まあ正直来年でねエンバペ契約が切れる選手ですから、2億ユーロ満額で払うクラブはなく、正直 1.5 億ユーロから2億ユーロぐらいの価格帯で売却されるんじゃないかと考えられてたと思います。てかまあ俺が言ってただけかもしれないけどね。それらに加えてエンバペを獲得する場合は給料も高くパリサンジェルマンからねもらえるはずだったボーナスを補填しなければならないという可能性があったため、移籍金に加えてプラス大体2億ユーロぐらいかかるよっていうのも同時に報道されてたような気がします。だからエンバペを獲得するには合計で4億ユーロぐらいかかるよっていう話でございました。でそんなクラブあるのかという話になっていくと、サウジアラビア勢はねまあいけるっしょみたいな感じで、まあマドリーもいけんのかなと思って、実際僕この動画で調べたんですけど、まあ調べた結果マドリーだったら、まあ昨シーズンラリーガもチャンピオンズリーグも取れてませんけども、その前のシーズンにねチャンピオンズリーグもラリーガも制覇しており、それ以降あまりお金を使っておらず、使った場合でもね選手を売っていたので、まあ4億ユーロぐらいだったとしてもまあ買えなくはないよねっていう状況だったと思います。まあこんな感じでね様々な報道が飛び交い、我々フットボールファンはねエンバペがどこに行くのか盛り上がっておりましたが、マドリー側はあくまでも冷静な対応をとっており、接触するのであれば延長してない状況って1月っていうバイブスだったと思います。だからいろんな報道はね日々加速してて、めちゃくちゃ情報量多かったんだけども、意外と平行線だったような感じはします。おいやお、そしかしその平行線というのはめちゃくちゃ長かったかというとそういうわけではなく、これまでの功労者であるネイマールとベラッティに戦力外通告を行い世間を驚かせ、ネイマールはねパリサンジェルマンから戦力外通告を受けてしまったので、パリサンジェルマンとはね契約解除してバルセロナに復帰するんじゃないかという話はあったっちゃあったんですけども、シャビが徹底的にネイマールの復帰には反対しまして、ネイマールのバルサ復帰というのはなくなり、あっという間にアルヒラルへ移籍していくこととなりました。それまでエンバペはずっと戦力外ということになってたんですけども、ネイマールが退団して以降突然エンバペはパリサンジェルマンの練習に復帰し、第1節は確か試合に出ておりませんでしたが、それ以降の試合にエンバペは出るんじゃないかと報道されるようになりました。ネイマールが退団した後エンバペは復帰することになったため、昨シーズンの契約延長の条件にネイマールの退団というのが条件にあったことが再びピックアップされることとなり、パリサンジェルマン側は怪我は多いんだけどもパリサンジェルマンを愛してそうなネイマールよりもいつ出ていくかわからないエンバペを優先したということになりました。この判断はねエンバペの方が若くて丈夫でフランス代表のキャプテンだから、まあ全然エンバペを優先するのはわかるっちゃわかるんだけど、俺が監督だったらね毎年毎年エンバペが出ていくのか出ていかないのかでわーわーなの嫌だから、ぶっちゃけネイマール怪我多いけどここで引退してもいいみたいなことを言ってるみたいだったから、俺ならネイマール残してまあエンバペちゃっちゃと高いお金で売って、まあネイマール怪我するからネイマールの後釜みたいな選手を獲得し、そいつを育てつつネイマールがいるときはネイマール中心のチーム作るみたいな、なんかそういう風方向に俺だったらやるのになって思った思い出がマジで強いです。また他にも昨シーズンエンバペが要求していたシュクリニアルやデンベレがパリサンジェルマンに移籍してきたことから、ネイマールが退団して以降エンバペはまだ契約延長をしておりませんでしたが、ベンフィカからゴンサロ・ラモスを獲得したのにもかかわらずエンバペが要求したと考えられているコロムアニをパリサンジェルマンは獲得していくこととなり、結局移籍は実現しませんでしたが、エンバペの親友でエンバペのお母さんが代理人を務めているライアン・チェルヒキの獲得を夏の移籍市場終盤動き回っていたらしく、パリサンジェルマンは昨シーズンまでスター軍団っていう感じでしたが、この夏の移籍市場にてキリアン・ジェルマンに変わっていくこととなりました。そして最終的にマドリーはねビニシウスが負傷してしまい、ベンゼマの後釜を確保していなかったので前線の選手が非常に不足しておりました。なのでパリサンジェルマンはねカメタロ中心のチームを作っておりましたが、何回かエンバペにオファー出すんじゃないかっていう瞬間があったような記憶が強いです。しかしマドリーはそのようなタイミングがあったのにもかかわらず、一度もパリサンジェルマン側にエンバペのオファーをこの夏しなかったようで、最終的にエンバペはマドリーに移籍することはなく、この夏の移籍市場は終了することとなりました。まあこの夏の流れをねバーッと振り返りましたが、なんだかんだパリサンジェルマンはエンバペの言いなりだったなっていう感じが強く、エンバペが本当に今シーズンパリサンジェルマンに残留したかったのであれば、エンバペの一人勝ちだねっていう状況だったのは否めないと思います。しかしマドリーからのねオファーが一回もなかったっていうのはエンバペ的には計算外だったんじゃないかなとも思います。まあもちろんねパリサンジェルマンの上層部が勘ぐっていた通り、エンバペとマドリーは来年のフリー移籍についてもう話し終えているから、この夏ささっとあんなこと言ったけど残留を希望して最終的に居座ったっていう可能性はあるっちゃあるんだけども、実際のところはわからないよねっていう感じだったと思います。まあ正直ペレジーとねフリーで来年加入することが決まってるっていう説は全然あるとは思うんですが、一回ねペ
ペリシーとエンバペとマドリーってまああんな感じになってるわけじゃないですか。だから全然ねペリシーとエンバペが話し合ってないっていう可能性はあると思いますし、わざわざ移籍市場開幕当初に契約延長しないとメディアを使って宣言し、わざわざ戦力外組にね入ったっていうのはマドリーにオファーしてくれよって示してたようにも思いますので、マドリーからオファーがなかったっていうのはエンバペにとって計算外だった可能性も否めないと思います。まあこの辺のね考察についてはあくまでもこの夏の移籍市場での動きを振り返って僕はこう思ったっていう話ですから、皆様はどう思ったのかっていうのをコメント欄にウェイをしてくださると幸いです。でね、今回のパリの夏の移籍市場はエンバペがどうなるのかが非常に注目されておりましたけども、パリサンジェルマンさりげなく多くの選手が退団し、多くの選手が入団するという状況となっておりました。これらの移籍には全てエンバペが連れてきたスポーツディレクターカンポスさんが関わっており、昨シーズンのカンポスさんはあまりうまくいっておらず、彼が獲得した選手は正直活躍しているとは言い難い状況で、かつネイマールやマルキーニョスらとバチバチに喧嘩するなと昨シーズンのカンポスさんはうまくいっておりませんでした。そのため監督と一緒にねルイス・カンポスさん解任されるんじゃないかと考えられておりました。しかし我らが元射程候補ケライフィー君はカンポスを切るとは判断せず、むしろチームをスター軍団からチャンピオンズリーグで勝てるチームに切り替えていくためにはカンポスと連携して仕事を進めていくことが重要だと考えて、カンポスさんと強く連携し監督選びも2人が中心となって行い、監督が決まる前からチームにはより多くの選択肢があるといいと思っていたらしく、フリーで獲得できるシュクリニアルと早めに合意することに成功し、アセンシオやウガルデ君も獲得に成功しておりました。その後監督がルイス・エンリケに決まって以降、キライフィー君、ルイス・エンリケ、カンポスさん、この3人で協力関係を築き上げ、ネイマールをアルヒラルに売却することに成功。ネイマールの売却というのは移籍金が入ってくるだけでなく、ネイマールの給料はチームの中で3番目に高く、2番目に給料が高かったメッシ、4番目に高かったラモスも退団していたことから FFP の空きが非常に空くこととなり、パリサンジェルマンを次々と選手を獲得していくこととなりました。そのため最終的にパリサンジェルマンには26人が加入し28人が退団するというとんでもない人数が入れ替わることによって夏の移籍市場が終了することとなりました。今回のパリのムーブで一番びっくりしたのはルイス・エンリケとバルセロナ時代うまくやってたネイマールが退団したことという感じはしますけども、まあそれについてはねこの動画で詳しく語ってますから一旦置いとくとすると、やっぱネイマール以外だとベラッティの退団になるのかなと思います。ベラッティの退団ってマジで衝撃的でしたよね。まあウルトラスにね非難されてたさえ確か退団したいぜみたいなことを言ってたような気がするんですけど、まあ結局監督がねルイス・エンリケになりましたし、まあルイス・エンリケとベラッティの相性っていうのは非常にいいと俺は思ったんですよ。だからね結局ベラッティはあんなことを言ってたけど残留するんじゃないかと思っておりました。しかし意外にもルイス・エンリケとベラッティはプレシーズンでいい関係を築くことができず、話し合いの末ベラッティは戦力外通告を食らうこととなり退団するということになったみたいです。パリからね戦力外通告を受けたベラッティは、まあ個人的にね全然欧州でやれるレベルの選手だと思っておりましたので、まあどこのクラブに行くんだろうなって楽しみにしてたんですけども、まあ最終的にねカタールのクラブに移籍したっていうのは特にオファーがなかったと考えていいでしょうし、まあオファーが来なかった原因をね考えていくと、まあ確かに年齢も若くないですし移籍金も安くなく、まあ給料もね多分安くないですから、まあその辺が障害となってベラッティは欧州のクラブに行けなかったっていうのはあると思うんですけども、それでもねベラッティレベルの選手ですよ、獲得したいクラブあったはずですから、もしオファーがねマジでなかったんだとすると、僕らが知らないベラッティは実は練習態度がめちゃくちゃ悪かったり、そこにめっちゃ問題があったとか、そういう感じだったのかなと思ってしまいました。とりあえずベラッティの対談というのはネイマールの対談ばりに衝撃はありましたが、パリサンジェルマンはベルナルド・シューバ以外のターゲットを全て獲得することができ、怪我人が出たとしても問題ないような選手層をどのポジションにも作ることに成功しました。またメンツ的にもねルイス・エンリケポゼッションの監督ですが、まあゴリゴリなカウンターサッカーもすることができるというチームになってますので、本当にルイス・エンリケがこのチームを率いるっていうのはまあ楽しいんじゃないかなと思います。俺がルイス・エンリケだったら最高って感じだね。まあでも実際ディフェンス陣営と前線はいいけど、セントラルミッドフィルダーは気になるよね。まあアンカーみたいな選手はさ、まあウガルデとダニーロ・ペレイラいるけど、セントラルミッドフィルダーがビティーニャ、エミリ君、ファビアン、ソレールだとちょっと弱いよな。まあ俺が
悪い戦力だったら多分ベラッティ退団させないんだけど、この4人よりもベラッティが嫌だったってことだから、まあ相当性格合わなかったんだろうね。なんかこの辺のことを考えると、パリサンジェルマンは来年の夏中盤にお金を使うんじゃないかなと思いました。まあエンバペの去就によってそこは変わるだろうけど、まあエンバペが残ろうと出ていこうと中盤の選手を獲得するっていうのはまあ決定事項なんじゃないかなと勝手に俺は思っております。ちなみにアスレティック曰くカンポスさんは今回の夏の移籍市場での動きを10点中8点だと評価しており、1年から3年後ぐらいにパリサンジェルマンは欧州で偉大なクラブの一つになってるだろうとコメントしていたみたいです。実際俺もカンポスさんをよくやったと思うし、ユナイテッドにカンポスさんがもし来てくれてたら、まあこれぐらいチームのことをこれだけ変えてくれてたのかなと思うと、まあちょっともどかしいような感じはします。まあとはいえね、パリサンジェルマンお金があるクラブですから、まあユナイテッドに来たとってここまで大きく変えれたかっていうと、その辺は微妙なんじゃないかなとも思います。パリとユナイテッドの違いってオーナーが超協力的か協力的じゃないかって結構さありますから、カンポスさんがねユナイテッドに来てもオーナーがねケライフィー君みたいに有能じゃないですから、もどかしい気持ちになって終わってた可能性高いんだけどね。とりあえずパリサンジェルマンは自分たちが希望した通りの選手をほとんど獲得し、エンバペを残留させるという最高な形で夏の移籍市場を終えました。まあここ数年の中だとまあ一番いい形で夏の移籍市場を終えてたんじゃないかなと思います。うぇー。そして今シーズン見ていきますと、10月21日現在、想像していたよりもチームはうまくいっておらず、パリサンジェルマンはリーグワンで3位となっており、8試合4勝3分け1敗と苦戦しております。またチャンピオンズリーグではドルトムントに勝ったものの、ニューカッスルには惨敗し、ハキミ、デンベレ、コロムアニ、クルザワの4人がマルセイユ戦終了時にて同性愛嫌悪のチャントに参加したことで1試合の出場停止処分を言い渡され、代表ウィーク明けのストラスブール戦は欠場が決まっているなと、まあうまくいってるとは言い難いという状況でございます。またこの夏パリサンジェルマンからメッシとネイマール、ベラッティのようなスター選手が去ったものの、先ほども話したようにエンバペは残留し、多くの選手がパリサンジェルマンに来ることとなりました。しかしメッシやネイマールなどスター選手たちが退団したことはリーグ的に損失が大きかったらしく、最近のオークションでリーグワンの放映権料は想定されていた最低価格での入札を得ることができず、オークションが中止されることとなりました。ちなみにリーグワンの放映権料は現在約6億ユーロということになっており、リーグワンの上層部は今回のオークションにて放映権料10億ユーロで入札されることを期待していたみたいです。しかしそれらがね叶わなかったということになると、やっぱりメッシとネイマールがいなくなった影響っていうのは厳しいものがあったのかなと思いました。一応ねリーグワン以外の5大リーグの放映権料を見ていきますと、1位のプレミアリーグが約19億ユーロで、2位のブンデスリーガーが11億ユーロ、3位がラリーガで10億ユーロで、4位がセリエ A の約9億ユーロということになっております。こう並べていくと、まあ、プレミアリーグがね放映権料だと一強だということは間違いないんですが、リーグワンのね放映権料が圧倒的に低いというか、まあラリーガ、ブンデス、セリエ A はもうほとんど変わらないので、ちょっと悪目立ちしてますよね、リーグワンの放映権料の低さで。こっからリーグワンのね放映権料が上がるかっていうと、どちらかというと下がるんじゃないかっていうことが予想されますので、もしかしたらパリサンジェルマンやマクロン大統領はリーグや国のために再びエンバペに契約延長について圧力をかけるんじゃないかなとも思ってしまいました。またリーグワンにとっての向かい風は他にもあり、アスレティックによりますと、ダゾーンは再びプレミアの放映権料を狙っているのでリーグワンへの関心は低く、リーグワンを買うんだったらばプレミアリーグの放映権料を買うために貯金するぜっていうバイブスみたいでございます。またサッカーの放映権料に力を入れているアップルですけども、アップルもリーグワンの放映権を買うことを考えておらず、またリーグワンの放映権を買ったアマゾンプライムは放映権を買ったことを後悔していると考えているみたいです。まあ今回の動画を作るにあたって初めて放映権料を調べてみましたが、リーグワンがねここまで他のリーグと差をつけられてるとは思いませんでした。むしろブンデスリーガーが2位っていうのが驚いたよね。まあ放映権料でね判断する必要はないんですが、まあエンバペがね本気でバロンドールを取りたいのであれば、リーグワンでプレーするよりもまあラリーガやプレミアのクラブでプレーした方がまあバロンドール取りやすいような環境になるのは間違いないと思いましたし、まあ一応メッシがねパリサンジェルマンにいながらもワールドカップを制覇することによって8個目のバロンドールを取るんじゃないかと言われております。だからねリーグワンでもエンバペがバロンドールを獲得する可能性というのはないわけではないです。ちゃんとリーグワンで活躍し、チャンピオンズリーグ優勝してね、チャンピオンズリーグで得点王になってて、チャンピオンズリーグ決勝でもう
えげつないゴラスを決めてね、チーム優勝に導いたりすれば、全然パリ・サンジェルマンでもさ、バロンドール取る可能性っていうのはあるんだけど、リーグでの活躍が評価されにくいリーグでわざわざプレーするのは、バロンドールを受賞する上で本当にいいかっていうと、そうではないような感じはマジでします。またキングレオ曰く、エンバペは完全にパリ・サンジェルマンで王様化しており、これまでとは異なり、試合に対するモチベーションみたいなのもね、結構微妙そうということみたいですから、まあソースがキングレオっていうのはどうなんっていうのはあるんですけども、これがもし事実なのであれば、今シーズンのバロンドール受賞もまあ難しいっていうか、また候補には上がるだろうけど、最有力候補にはならないんじゃないかなとも思ってしまいました。とにかくエンバペ今シーズンやる気が微妙そうということですから、本当に来季フリーでマドリーに移籍するかどうかっていうのは結構注目ポイントになっていくんじゃないかなと思います。けどもね、けどもですよ、個人的にエンバペがマドリーに移籍するかどうかっていうことに関しての注目度は年々下がってるような感じはします。なんかエンバペってさ、本来めっちゃすごい選手じゃん。まあ正直2年前ぐらいのチャンピオンズリーグマドリーとやった時とかさ、まあ結局マドリーにエンバペたちパリサンジェルマンは負けちゃうんだけど、ファーストレグでさ、マドリーのディフェンス陣営の間をぶち抜いてさ、なんか試合終了間際得点して、まあパリサンジェルマン勝たせたじゃん。いや、あれができるぐらいすごい選手だし、ワールドカップ決勝とかでもさ、エンバペがもう意地でも優勝したろっていうバイブスでさ、戦ってるの見てたじゃん。だから本来だったらもっとエンバペって去就が注目される選手じゃなくて、プレーが注目されるべき選手なんだけど、最近は本当に結局お前はどうすんだっていうのが注目されまくってて、プレー面での話題マジで減ってるよね。プレミアだとやっぱハーランドすげーとかさ、アーセナルの躍進だーとかさ、三笘やべーとか、ユナイテッドわらわらみたいなね、チェルシーわらわらみたいな感じで、まあ上位クラブたちの選手たちのプレーってめっちゃ注目されてるじゃん。でラリーガだとさ、ベリンガムが無双してたり、バルセロナからエグい若手、まあヤマル君が出てきて、ヤマル君のプレーとか注目されてんじゃん。エンバペも今シーズンリーグワンとチャンピオンズリーグで9試合8ゴールっていう活躍をしてるんだけども、エンバペがそういうことしてることは全く話題になってないよね。昨シーズンもさりげなくエンバペ43試合で41ゴール10アシストっていう、まあ異常なスコアかましてたんだけど、まあそれよりもまあハーランドの方が注目されてたりしたじゃん。だからパリサンジェルマンをチャンピオンズリーグ優勝に導くんだっていうのは全然素晴らしい夢だと思うし、俺はそれを否定するつもりはないんだけど、結構もう年も取ってきたし、なんか話題にならなくなってきたなとは思う。なんか前もっと注目されてたような気がするんだよね。まあ俺がなんだろう、ラリーガだったり、まあプレミアを見がちだからっていうのはもちろんあると思うんだけど、なんか全体的にそのエンバペのプレー面での評価っていうのは落ち着いちゃったなっていうのはあります。でね、マドリーもさ、なんだかんだね、エンバペのことを獲得するんだろうなみたいな雰囲気はあるけど、エンバペがね9番としてのプレーを望んでおらず、まあ左でねプレーしたいのであれば、7番をつけて真のエースになった、まあビニシウスとやり合うことになるわけでしょ。となるとちょっと起用法には困るような感じはするし、チームのアイコンにね、エンバペなるんじゃないかと思われてたけど、まあベリンガムが来ちゃったからさ、まあアイコン枠はもうすでにいるしなみたいな。いやもちろんエンバペが来たらね、エンバペもアイコンの一人にはなるだろうけど、まあ別にめちゃくちゃ今エンバペが欲しいかっていうとさ、なんかそういうわけでもない状況がマドリーにも出来上がりつつあるじゃない。むしろまあハーランドとエンバペだとね、個人的にエンバペの方がすごい選手だってのはわかるよ。一人でチームを勝たせる能力みたいなのはマジでエンバペの方が高いと思う。でもマドリーのことを総合的に考えるとね、まあ9番に求められるプレーが全部できるハーランドの方が、まあマドリーにとってはいいような感じはするじゃない。まあビニシウスがベンチにいるっていうのはちょっと考えられないし、もったいないし、って感じするよね。しかもまあハーランドもなんかちょっと契約延長するかもしれないってことだから、最近はなんかチームに合いそうなユリアン・アルバレス君もさ、なんか一石の噂に上がってくるようになったじゃん。だからこの辺のことを考えると、まあなんかずっとエンバペはマドリーに行くっしょみたいな雰囲気が流れ続けておりますけども、昔ほどマドリーがねエンバペ欲しがってるかっていうと、なんか個人的には微妙なんじゃないかなと思います。だって議論に上がるぐらいだぜ、エンバペとハーランドどっちがいいかって。昔はそんなことなかったじゃんか。だからマジでそろそろ移籍しないとっていうか、もし今回の夏の移籍市場、まあ来年の夏の移籍市場かにパリサンジェルマンと契約延長をしたのであれば、もう本当にエンバペがマドリーでプレーすることっていうのはなくなってしまいそうな感じはしますし、まあ、エンバペにさ、まあ2億ユーロとか3億ユーロぐらい払えるプレミアのクラブが出てくるかっていうと、まあなんかチェルシーとかだったらやってくれそうな感じするけど、なんかリバプールがエンバペに3億ユーロっていうのは、まあカイセドに最後なんか1億何千万ユーロとかオファー出してたから、やらないとは言い切れないからあれなんだけど、エンバペって本当に駒のまま、まあパリサンジェルマン芸人として、まあやっていくのかなっていう感じにも
なりつつあるよね。まあちょっとこの辺はどうなるかわかんないし、まあマドリーに関することだからね、うちのチャンネルで今後もエンバペについては取り上げていくと思うけど、なんかこのままだとパリ芸人になっていくのかなって俺は感じてしまいました。うぃぃ、以上で今回の動画終わろうかなと思います。エンバペマジでどうなるんだろうね。まあ流れを振り返ってみると、マジでエンバペの思い通りにパリサンジェルマン動き回ってるから、まあパリでね王様し続けるっていうのはいいことっていうか、まあ別にそれはそれでいい選択肢ではあるし、まあね、自分の大好きな母国で、まあ、活躍し続けられるってことは多分幸せなことだと思うから、まあ、別にそんなそれを否定するつもりはなれないんだけど、まあもっと上を見たりとかさ、なんて言うんだろう、バロンドール取りたいとか、あと同世代のやつだとなんかバチバチに戦いたいっていうバイブスがあるんだったら、マジでプリメリーグとか、まあマドリーとか行った方が、まあ本人的にも楽しいんじゃねえかなとかは思ったりします。まあリーグ1の放映権量が低すぎてさ、そりゃバロンドールの議論になるときにあんまりね、リーグ1でのプレーが評価されないよなっていう感じにもなっちゃったしね。まあこれは結構皆さんいろんな意見があると思うので、コメント欄にウェイをしてください。あとね、あのイタリアの50人の話とか、まあガーシイタリアのガーシの話とか、まあ、詳しく知りたいなと思ってたら、まあコメント欄に結構あのコメントしていただけると、まあそのコメントがね多かった場合だと、まあ俺の中でねもう結構お蔵入り近いですが、まあ見たいなって方が結構いたら、あの動画にするつもりですので、見たいって方がいたらぜひコメント欄にあの見たいぜウェイをみたいなことを書いてくれると幸いです。以上で今回の動画終わろうかなと思います。それでは私なし動画でお会いしましょうってことで、ウィーチャ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